はい、スタートしました。裏木チャンネルです。今回はこちらのテーマでやらせていただきます。浦つ新監督マシエイス。この写真についてポーランドリーグを誰も知っている。元浦和レッズ赤星匠さんに緊急緊急ライブ配信。<laughs> ゲストは赤星貴美さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ポーランドで5年半プレーされていて、ーポーランドリーグを誰も知る男とフットボリスタさんに書いてました。 はいはい。<laughs> <laughs> <laughs> なんで、そのまま使わせていただきました。すみません。ありさんはいです。で、今日のお題なんですけども、あのー、赤星さん、ポーランドリーグとポーランドリーグというので、赤星さんの経歴だったりとか、あと写真をいただいてポーランドに振り返る、あとポーランドリーグの特徴、レベル、あと熱狂的なサポーター、あとは毎年、まあ、大特集で、 読み方だったりとか、接点、印象、人気、あと日本の特殊性に伝えたいことなどなどという形でお話しできればと思っております。はい。はい。じゃあ先に一言で、ユージーさんなんかスコルザ監督一言。ここはい。いや、俺はまだ、あの、理科書との思い出を引きずっている失恋した男だから。<laughs> まだ、はい。<laughs> はい。まだ切り替えられません。はい。はい。わかりました。はい。ちょっと、そんな中で、 ちょっと質問として難しいんですけどもス,コーシャ氏のスポルザ氏の特徴を一言でお話してるといかがでしょうか、うん。いや特徴で言うとなんかこうハンサムで、うん、オーランドリーグでチャンピオンになった監督っていうイメージがありますね、うんうん、ハンサムっていう印象があるんですねすやはりな,なんかこうシュッとしてる感じじゃないですか うん、でこうすごいこうテレビとかに出てても、はい、なんかすごいインパクトが強い監督でポ、はい、ーランドリーグでもなんか<ー>あこの監督見たことあるってやっぱ絶対なりますよねおそうなんですねポーランドリーグにずっと行かれてる赤星さんならだの質問をこれからいきたいと思います先にスパッチャをちょっといただいておりますありがとうございます、はい、ウラッチさんウラオビーが生出演してくれの初マシの話もさることながらウラコメ ミンと赤シさんの絡みも楽しみです,よす、えー。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。多分こっちに出てる、はい、コメントのことだと思います。はい、はい、そうですね。はい、コメント、はい。パワープレイさんもありがとうございます。はいですね、皆さん、ハンサムという。はい、ですじゃあ、早速いきたいと思います。こちらですね。はい。 簡単にご紹介なんですけども、ご紹介の経歴がすごい。すごいな、これ。一生懸命調べてきておりますので、<laughs> そも,そも,もし、そもかっこりって何、ね <laughs> ま、間違ってたらごめんなさい。これ200、2005 <laughs> 年に、まず清水ジュニアユースのご出身で、藤枝東高校。藤枝東高校といえば、山田信久先輩と、長谷部誠選手も先輩。はい、ね。い、うん、んですかね、長谷部さんは。 長谷部さんが僕の3つ学年が上ですね。はい、はい。で、浦和列に2005年加入なんですけども、同期だと細貝選手とかセルヒロエスクデロ選手とか。<ー>そうですね。うん、そうそう。<で>あと、近藤哲司とか。おお。はい、いましたね。ですよね。で、その後、水戸に行かれて、山形に行かれて、金沢まで、ここから、ここ,こまでは普通,普通なんですけども、ここからすごく、はい。 あの独自の路線を歩まれて、ちょっと水戸から一回浦和に来てるんじゃないのあ、そっか、水戸からああそ,うですそうです。水戸から帰りました。危ないけてるよ。浦和、もう直せないんで、これ行きます。<laughs> <laughs> でリユパーヤってのがこれリ、ラトビアですよね。ラトビアって両そうですか はい、両端、先検索しました。<laughs> ラトビアでした。<ぼ>で、ポゴニ、ね、はい、こう、波っていうのがポーランドなんですよ、略称。ーで、ポゴニあがポーランド言い書えて、ウファットはロシアリーに戻られて、はい、ラーチョブリーとはタイですよね。タイですね。ラチョブリー。はい、で、スパンブリー、はい、タイ。で、その後、フーラードというが、これなんとイラン。そうです。イラン。で、アレーマが、 インドネシアインドネシアでエンメ、はい、ロールとかオランダで学団といはいいうすげえ経歴殿10カ国とかですかねカ国は 7, 7カ国かな7はい7、はい、すごい色々いろいろ読ませていただくけど基本的に代理人をつけられてなかったということなんで全て赤星さんが 交渉されたってことなんですかいや、あの、最初に海外に行ったああは、代理人の方に手伝ってもらって、行ったっていう形で、ポーランドからタイに行ったあたりぐらいからは、自分で、まあ、いろいろチームとも話したり、まあ、途中、間に代理人が少し入ったりっていうのはありましたね。お、はい。おはい、こんな、すごい、すばらしい、こんな経歴の方もいらっしゃらないですよね、ほぼ。 そうですね。聞かないね、<う>ここまでは、うん。という感じなんですけども、こちらの今回のお話で言うと、2011年から2014年の4月、2015年から2016まででポ,ゴニポーランドリーグのポゴニンでプレーされておりまして、うん、スコルサシとの絡みとしては、その期間はあのスコルサシはレギー・ワルシャワー、うん、で、2014年、2015年、レフ・ポズナンというところで監督をされているという感じなんですけども。ということは、対戦経験があるってことですか、はい そうですね、何度か試合もしてますね。すごいです、<laughs> <laughs> なんか初歩的な質問で恐縮なんですけど、このポゴニっていうのと、レギア・ワッチャワーとレフ・ボズナンっていうのは、なんかこう、はい、J リーグとかでいうと、どのぐらいのランレベルのチームというか、要は、えー、いつも優勝争いされてるとか。 いやレギュア・ワルシャワは特にやっぱりリーグ優勝も多いですし、はい、あのワルシャワってやっぱり首都のチームなのであなるほどとてもやっぱクラブとしてもすごいあのしっかりしてますしでレフ・ポーズナーもサポーターも多くて、まあ、いいすごくいいチームですし、まあ、逆にポゴンは最近、はい、まあ僕がいた時からどんどん良くなってきて。 うん、今はこう新しいスタジアムできたり、ヨーロッパリーグに出れるようになって、うん、だいぶまあ成長しているので、まあでもレギュワルシャーとかレフポーズナーに比べたらまだまだこれからかなっていう感じですかね。今日、うん、やっぱり少しはいいところの。いやいや、すごいですね。<に>いやいやもうす,ごすごかったですよ、本当に。 でまず写真でポーランドリーグを振り返るというところでこちらに自然にいた,だいたの4枚あります<おう> <laughs> まあポーランドの写真なんですけど、ね、<laughs> はいすごいやっぱりこうポーランドっていうのは東欧に当たるので今だとまあ皆さんいろいろあってご存知のウクライナの左隣という左、まあ、こからまあまあまあ <laughs>、はい、まあまあまあままあ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  <laughs> っていうすごい綺麗な国という印象ですよね。そうですね。あのーまあ、正直僕が最初行った時からやっぱ比べてどんどん綺麗になっていってるような感じで、はい、んなんか物価もどんどん上がってみたいな国ですよね。ユージさんなんかポーランドなんか思い出だったり、思い出、ね、でもなんか最近だとやっぱロシアワールドカップでね。ああ。 したそうです。サポーターもなんか元気だったよ、すごい。なんかお金持ちが多そうな感じだった。えー、ああ<ー>。やってくる人たちがえー。そんな感じの、もう一個、こちらもだよこれ。<laughs> いいですね。お茶をしてるんですね、こんな感じで。ああ、そうですね、はい。で、スタジアムがこちら。 先ほどやられたポポコニって書いてた<ー>ポポクニって言うんですかね。いやこれポゴンですね。ポゴンなんですね。ポゴンなんですけど、なんかポーランド語ってあの、はい、英語にはない発音とかがあるんですよ。<ー>なんかアルファベット表記が。はい。これはもう僕も発音できないです。<laughs> あそうなんですか。か結構難しいんですよ。だからカタカナ表記にすると、<ー>まあポゴンなのかな。ポゴンですね。そうか。はい。 やっぱどっちかすとスラブ語系に近いのか、ポーランド語って。そうですね、チェコとか、やっぱその辺、はい。あの通訳見つけなきゃな。でも、そうで、もう一個の写真の方も、両方とも専用スタジアム。そうです、はい。スタジアムの中ですね。今の。なんか屋根もちゃんとしてていいな、やっぱり。ああ、楽しいスタジアムですからね。 インタビューで読ませてたんですけど、ウエハの,あのユーロ2012をポーランドとウクライナ共催でやられているときにこう、スタジアムとかあのいろんな練習場が整備されたっていう感じの、うん、そうですそうですね、まあ、僕のいたチームはちょっと、まあ、最近できたばっかりなんですけど、はい。他の,そのさっきお話出てたレフポーズなんとか、いろんなチームは、はい、本当すごいスタジアムができてて。うん あのー、本当にものすごい大きい,、まあ、さい、埼玉スタジアムと変わらないぐらいののどんどん作ってましたね、なんチームも。で、ポーランドリーグのお話に続いていきたい、どんどんいっちゃうと思うんですけども、<お>けどたくさん質問がありまして、詰め込んでしまいました。はい、<laughs> ポーランドリーグの特徴というところで、こちら、なんかこう、ユージさんイメージすることってありますとポーーランドリーグっていう いやでも、チャンピオンズリーグに出てくると、やっぱ結構負けちゃってるって印象だよね。うん、たまにレギアが突破してきてって感じかな。正そ,、ね、そんな見たことないですもんね。うん、で、そんななんかこんなこう、日本も限らずこれだけ行かれてる中で、比較検討すると、こういうリーグだよみたいな、うん、例えばすごくフィジカルが激しいとか、なんかそういう特徴っていうのはどういうところなんでしょうかね、他のクラブと、リーグと比べると。 そうですね、まあ、あのどちらかというとやっぱり体が大きい選手が多いので、うん、まあスピードが、まあ、ある選手もいますけどスピードっていうよりかはどちらかというとフィジカル、体のぶつかり合いだったり、うん、こうセットプレーだったりあとはやっぱりあの日本と違うのはやっぱゴールキーパーのレベルはものすごい高かったですね。お<ー>やっぱり今のえー、っと ね、ユベントスのゴールキーパーもそうですし、はい、やっぱりあの代表に入っている選手たちも、プレミアリーグだったり、イタリアだったりでやってるあの選手たちなので、ゴールキーパーはかなり良かったですね、やっぱこちらも赤星さんの事前にインタビューかな、読ませていただいたんですけども、ジュビロ・イワタで活躍されたカミンスキー選手、キーパー。はいはい で、そのキーパーは日本的に言うと、たし、すごいキーパーだなと、私も大好きです。ですよね、ゆうきさん。うん、ですけど、あの、赤星さんのご感想ですと、そのポーランドリーグとしては、なんか。真ん中とか、あんまり、こう、目立ってなかったっていう印象なんですよね、確か。そう、そうです、そう全然、まあ、正直、その代理人が、僕がやってもらってた代理人さんがカミンスキーの代理人だったんで。はい。まあ、いろいろそういう話もしてたんですけど、まあ、あの。 まあうまく日本のリーグにはまったっていうのはありますけど、うん、まあもちろん成長したのもあると思いますし、はい、ただやっぱりまあ僕がポーランドにいた時は本当にそのポーランドの若いゴールキーパーの選手も本当にいい選手多くて、うん、だから彼も出たり出なかったりだったと思うんですよねまたその時は。はい、うんだから、まあそ,まあ、その当時はまあ僕の中ではまあ他にもいいゴールキーパーはたくさんいたかなっていう印象でしたね。 一瞬取材から外したんですけど、日本のゴールキーパーとポーランドのゴールキーパー、うん、一番のここが違うっていうところ、どこなんですかね。やっぱりハイボールの処理ですね。ーうん、ゴールキーパーがやっぱりコーナーキック、フリーキック、キャッチできますし、カ、うんまあ、ミンスキーのプレーを見ても分かる通り、やっぱりこうシュートストップのところの強烈なシュートとかこう腕で持ってかれたりとかして、こう弾いて入っちゃったりとかあんまりないんですよね。<ー>あーのー 今 FC 東京のくばあの彼も僕同じチームメートなんですけどそうなんですかそうそうそうだから彼もう日本に行く時だから僕に連絡が来て日本どうみたいなだから来た方がいいよって言っておはいよかったそれで来ましたはいそう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 みたいなとこですかねそうなんですねそんなポーランドリーグの特徴 でして実際に、まあ、あの日本でもプレイされたりとか、他のいろんなリーグでやられてましたけども、うん、リーグのレベル、今、スコルザ氏は4つタイトルを持たれてるんですけども、基本的にはあのポーランドリーグを中心にあの、うん、指揮をされていて、他には、まあ、一時期サウジアラビアとあと UAE23 の代表の監督もやられてましたけども、うん、基本的にはポーランドで活躍された監督というイメージなんですけども、レベル的にはどうなんですかね、ポーランドリーグというのは。G、リーグとか まあなんかちょ,、まあ、ちょっと比較がなかなか結構難しいところがあって、ね、まあ僕の印象としてはやっぱり日本のサッカーって結構こう速かったりとか、はい、スピード感があるイメージなんですけど、うん、やっぱあっち側のサッカーって結構こうなんていうんですかね体が結構強靭な体もしてるんでスピードっていうよりかはそういう体のぶつかり合いであったりっていうのが、うん、やはり日本よりも強度が高いっていうところで。うん まあやっぱり単純に背も高いですしどうしてもやってる人間がそういうスタイルなんで、まあ、サッカーも自然と変わってはくるので、うん、まなかなかどっちがいいか悪いかっていうのはなかなか難しいところなのとなんかそうです、ね、比較は難しいですけどでも、やっぱり個人的にはまあポーランドにもやっぱりこうポテンシャルがあるいい選手っていうのはやっぱ多くい,、うん、いたなっていう印象もありますね。 これ、リーグ的に、ヨーロッパのリーグ的に言うと、ステップアップリーグというか、高校で活躍された方が、もっと上の5大リーグとか、そういうところに行くような立ち位置という感じうう、ね、はい、そうですね、そう,すねそういうイメージはありますね、うんはいあ。リーグランキング的には同じくらいだというようなコメントいただいてまして、多分 J リーグのこと。ですね ヨーロッパでくくったりアジアでくくってくれるならまだしも一緒だな難しいな難しいですよねい難しいまあそうですねはいあと質問が事前にいただいた中で多かったのがやっぱり待遇面という部分でうん、うん、実際まあそのいくらっていうわけではなくて、はい、平均の年俸とかっていうところだと、うん、どんなもんなんですか、ね、J リーグとかと比較するとあこれもなんかなかなか難しくてはいまあきょ 極論例えばわからないですけどじゃあ1000万円って同じお金をもしも、ま、例えばもらいますってなった時にまずポーランドは物価が僕行った時なんかもうだから同じ価値もまた違うっていうのと、うん、まあこれはあの、まあ、リーグによっても違うんですけど、えー、と例えば給料が、えー、と1000万っていうふうに言われた時にこれ結構なかなか知らない人も多いと思うんですけど。はい 外国だとそれを手取りでもらえたりするんですよね。だから1000万なら1000万の給料。ただに、うん、日本の J リーグだと1000万って言われても僕ら個人事業主なんで、はい、そこから税金をあの引かれた額が手取りっていう額になるので、なるほどあの、まあ、その辺のそのニュアンスとか生活スタイルだったり、はい、あとはまあ、ね、向こうでチームで例えば家を用意してくれたりとか、車用意してくれたりもするんで。ううん、うん なんかそういう考え方次第ですよね。まあだから逆に向こうのが同じお金もらってもお金貯まるかもしれないみたいな。へぇ<ー>、うん、まあそういうのがあったかな。これ、今トランスファーマーケットで、ハボシさん開いちゃってるんですけど、んはい、こんなにもらってたんですかいやいや、まあ、これ<っ>全部全合ってるわけじゃないけど。えー、<laughs> ちょっと一回、ツール出していただいてもいいですか。<laughs> まあ、えー、いわゆる、はい。プチャビュビア、あれですよね。あのー、 手取りとそう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 ですおすごい日本の場合だと仮に1000万でもまあ所得税とかもろもろ引かれて半分ぐらいになっちゃうかもしれないよっていうような話、うん、うまあそのまあ日本も累進課税なので、まあ、税金のそのルールが少し違ったりも国によってするので、はい、た確かポーランドが例えば多分3段階とかに分かれてるんですよねこれいくら最初はいくら何パーセント、うん、次何パーセントみたいな 日本もそうやって細かく分かれてると思うんですけど、まあそういった形でポーランドももらってる額によってまあ税金の額が変わってくるっていう感じですかね、はい。個人情報なんでやめときます。<laughs> はい。い全然大丈夫ですけど。<laughs> はい、<laughs> トランスファーマーケットに乗っつたからな <laughs>。はい。今度じゃ <laughs> トランスファーマーケット見ていただいて。<laughs> はい。えじゃあ見ちゃいます？<laughs> トランスファーマーケットに出てる人と話す機会ってないもんな、俺かないでもトランスファーマーケットって結構日本の方見たりするんですか知らないですよね、多分ね。いや、僕大好きでずっと見てますね。そうそうそう。結構ね。はい。そうですよね。なんとなく性格なんですかっていうのだけ聞いてみたいです。今後 ポトランスファーマーケットっていうのはトランスファーマーケット正直、まあ全部は正確じゃないですよね、やっぱね。<laughs> そうですよね。<laughs> まあまあ、そこはどこもお同じだと思いますよ。で、こちら、次に多かった質問が、これ熱狂的なサポーターっていう部分がありまして、ユージーさん、これ、ユージーさんもよく言ってますけど、その熱狂的なサポーターっていうのはどういう感じなのか、ちょっとユージーさん。特に、ね、レギア・ワルシャワってチームが、うん、はい。毎回ウエハ a に怒られてるよ、なんか、国際試合やるたび。ああ、そう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 ,そう。<laughs> すごい最近でもね、あのロシア関連をこう批判するようなこれをというか、うん、今もうちょっとその、うん、なんてうの、東欧西洋で分けたらさ、西洋の方はもうガッチガチになっちゃったからさ、はいうん、東ぐらいしか元気ないんだよね、このサポーターとかウルトラスは。うん、ああ、やっぱそう,いう感じですその このポーランドリーグの熱狂的なサポーターっていうのをこういろんな7カ国でやられた高舘さん的にはどうでした、このリーグのサポーターの雰囲気、スタジアム。いやー、まあやっぱり熱かったですし、今お話しあったリギュアワルシャなんかは、 まあ僕の、えっと、チームいたチームとは比較的サポーター同士な、まあ、仲良かったというか歴史的な背景上そんなに仲悪くないみたいな感じだったんですけど<う>その先ほど出たレフポーズなんてその監督がいたチームとはもうめちゃくちゃライバルだったんでうも,うもう試合前の前日練習行くともう何百人っていう警察がもう予行練習じゃない練習みたいな。その 暴動に対しての準備をもうしてるので、<laughs> すごいですね。そうそうそう。警察官がもう暴動が起きる前提で練習をしてるといことですね。そうですし、まあ、当日はだから警察とか機動隊みたいな人たちはもうとんでもない数来てますよね。200人とかいたんじゃないかな。<ー>すごい数がもうその暴動が起こるんで、やっぱり。発煙筒もそうですし、あの発煙筒って結構ヨーロッパではあるあるだと思うんですけど、はい。はいあの 雪も降るので、一、はい、回、一回面白かったのは試合やってる時に、ライバルチームとそのレフポーズなんていうチームと試合してる時に、あのさはーいがサポーターがこう相手の選手に向かって雪だるまみたいなのを作ってこう、丸めて投げてたんですよ相手に向かって投げてたのが思いっきり僕の顔に当たるっていう、<え> <laughs> 全然関係なく。<laughs> はい それえ試合中に当たったってことなんですかやっぱそうそうそう、試合中にバコーん当たって走ってたら、はいいやいや、味方だけどみたいな。<laughs> いや、それ、雪が、えそれ止まらないんですか、プレー、あのい<や>試合が、ま。だから、あのああコーナーキック、蹴り行ったら、はいめちゃくちゃ、そのなんていうんですか、雪だるまでもない、なんつうんだろう、なんかこう丸めた雪みたいなの、ばんばん投げるんですよ、やっぱ、みんな、スタンドのあの雪を丸めて。おおだからあ,あ相,相手選手選に 相手選手に結構危険ですよね、<laughs> 固められたら。えっ、大丈夫なんですか、それって。いや、だからまあ、それで、だからもう、邪魔してくるんで、はい、僕、だから逆にアウェーで試合するときは、はい、僕あの、プレスキッカーというかさ、コーナーキックとかフリーキックやってたんですけど、はい、もう蹴る瞬間にめっちゃ飛ばしてくるんで、うん、めちゃめちゃ蹴りづらのかったっそれは止めないとか。のレベルすす<ー><スー> <laughs> んですかそれ いいやいやまあまあまあでももうそういう感じですよねなんかもう。<laughs> な <んか S 2> <laughs> 審判を止めないんですね <laughs> 雪だるま投げるなよってい。いやあ,あんまりひどいと、はい、結構あのー、まあ発煙筒ももちろんそうですけど、はい、あのー、なんていうんですか、あのー、試合前にこう紙のテープみたいなこうねわーってやったりするじゃないですか。あれをそれを投げるんですよその試合中に。その相手選手とかに向かって。だからそ それがぐちゃぐちゃに試合中,の中に入ってくるんで、一回それを選手がこう回収するっていう。そうなんですね、はい、危ないから滑っちゃうし。危ないし、足に絡まるから、はい、そのなんかこう、テープみたいなのを巻き上げて、一回こう、バッてやって、スタンドにこう投げないでみたいな。え、ポーランドって一部リーグでそんななの <laughs> そ,うそうそうそう。すごいですね。雪そう,そ,うそう。<laughs> 雪,雪か飛ぶ <laughs> コーナーナ命がけじゃないですか,か蹴るのっていやもうまあでもなんかお面白かったですけどねなんかもうコーナーキック蹴ったらいつもなんかこうホンダとかヤマハとかずっと言われてるんですよお、うん、知ってるよみみだから僕はその時三菱って言ってやりましたよホンに <laughs> <laughs> さすが浦和のこれぐらいお前らと違うだろうって言って <laughs> ちょっとい,いっぱい放課後入こう <laughs> <laughs> 浦和の赤星さん、ありがとうございます。そこはねね背、はい、背負負っってておりますこれなんか、このエピソードで CM 撮れそうだなの、そうですね、ぜひ、パジェロとか乗っていただいて、<laughs> はい、で実際、ピッチに立っていってのはそうあの、そういうなあの危ない目以外で、こういうふうに感動したとか、そういうようなことってありますかねあ、また逆にちょっと怖い、なんかこう、すごい感動したとか、後押、えー、し受けたというか。 そうですねまあ本当にあのーまあ、正直その僕がポーランドにいた時ってまあアジア人も少なかったですし、うん、その最初はやっぱりその差別的ではないですけど、はい、やっぱほらなんかこういない人間なんでこう街行ってもジロジロ見られてとか、うんうん、あの何、ー、ていうんですかねファンからもこうそうやってさっきみたいにちょっといじられるみたいなはいなんかもう常にそういう状況だったんですけどはい。 なんかまあ、それがだんだんこう時とともに名前を覚えてもらい幸せだった後にこうとか街中で話しかけてもらえるようになったんで、はい、だからそういうのはしかったですよねお<ー>なんか変わっていったんだなと思いながら逆にそのぐらい赤星さんがイメージを変えていったと。いやどうなんだろう、まあ、長かったですからね、まあ、それもあったかもしれないですね。うん その後も結構い,、うん、いろんな選手が日本人その後も続いてますよね、ポ、ね、ーランドの方で。はい、そうですね、はい。加藤選手とか、あと、誰だっけとか、いろ,いろいろいらっしゃいますよね。はい、はい。です。で、ちょっと続いて、そんな感じの熱狂的サポーターの、続いてこちらのマッチェイ・ツコルサ氏大特集に行く前にスパッチャーをちょっといただいております。あ、ごめんい。ヤンダーさん、スーパースティック <laughs> あ,ありがとうございます。 バックパスキンチさん、素晴らしい企画、ありがとうございます。でも、理科賞の明日の試合を再放を見てからと。ちょっと明日,明日最後なんだよな。裏のフランクト戦、最後、ね、<ー>取っていただいああ、そうなんですね。明日やるんですよ。あそうなんですね。いたことありますこういうなんか。どういうことですかいや、もう解任発表した選手が最後あ、監督がシーズンオフの試合やるなんて。ああ、珍しいですよね。そうですよね。いい人なんですよ、 そういう問題なんですかね分かんないわかる。7ダイアリーさん。ありがとうございます。前回の配信で赤星さんにアポ取って、動画配信してくださいとコメントした時点ですでにアポを取っていたとは、かナびさんのアプリに脱帽です。赤星さん、こんばんは。楽しみにさせていただきます。こちらこそ赤星さん <laughs> 出ていただきもありがとうございます。 <laughs> いやまさか声かけるとは思わなかったよ。い,いや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 、そこちらはすみません、<laughs> 急にご連絡さてし,してしまいました。で、今回の本題のマシエイズ殺さし大特集ということで、まあ、戦術面の方はいろいろと今までもあの、裏木チャンネルでも川井さん、昨日の島崎さんだったりというところで、うん、実際にプレイされた赤星さんならではのお話をいろいろとお聞きできればなと思うんですけど、一番最初、ちょっと今日、 あの話題になっていたことがありまして、読み方、うん、こちらがポーランド政府観光局のツイッターのキャプチャーなんですけども、うん、こちらです。要は読み方があのポーランドの読み方だとマチェイス・コルジャなんだよと。うんうん、で、マチェイス・コルジャっていうのは別の名前でご本人も分かんないんじゃないのというのをーポーランド政府観光局が言っておりますして、読み方違うんじゃないっていうことを。 あのポーランド政府観光局の方は多分おっしゃっていて、うん、で5年半いた赤星さん的に、このどう正しいというか、赤星さんだとどう読まれるんですかねいや、だからマチェイスコール、じゃですね。全然違<あ> <laughs> うん、じゃないですか。で、ポーランド政府観光局さんのことが、あ<ー>まあ、やっぱり基本的にはそっちの方が正しいというわけじゃないですけど、<ー>そっちの方が分かりやすい。このい<や>ローマ字読みにし絶対ダメってこといや,いや、てか、その読み方的にじゃですね。 あこれじゃあ最後にそうあのー、これ、まあ、僕ポーランドちょっと分かるんであれなんですけどこの RZA みたいなの上の,この Z の上にチョンってあるじゃないですか。がありますねこれこの「じゃ」の発音が、はい、その,英語の Z じゃなない発音なんですよ<ー>だからものすごい難しくて、はい、僕も全然言えないんですけどだからまあ発音的には、まあ、日本語表記だと「じゃ」だと思うんですよね。 カタカナだと、まあ、<あ>マチェイスコルっていう。そうです、そうです。ほんとじゃマセイスコルラッみたいな感じの言葉なんですかね。うそうそうマ。で、マシェイがェ、はい、この CIE っていうところがやっぱチェイになるんですよね。C <ー>にならないんで、はい、チェイにならないんですよ。チェイになるんですよ。<ー> CIEE、e、が E でチェイになるんで。はい。はい、そうなんですよ。マシ,ェイマシェイじゃなくてマチェイ。うん

ってことですねこのポーランド政府観光客さんが言いたいのはまあだとまあそうですよねまあ本人的に違うって言ってくるかもしれないですね、はい、そうですね、うん、ぜひちょっと見てる方がいらっしゃいましたらレジ関連の方ですね,ですねスコルジャーさんに <laughs> そうそうそうやっぱクラブ発信についてっちゃうもんなはい赤尾 <laughs> 認定のスコルジャー氏ですははい。はい。スコルジャー監督に,に言ってください周りの人に違うよってはい,いっ、はい 間違いないなスコルジャーさんです。<laughs> はい。というわけで、今回、スコルターで用意してみましたスコルチャーでいきます。はい。あとこれか <laughs> <laughs> い。いいっす、いいですよ。全然いいですよ。いいす <laughs> はい。一応ね、裏割りも。今のところの裏割の読み方で合わせていきたいと思いますので。<laughs> はい、で、先ほど言った通り、スコルチャー監督とアコシさんの接点というところですと、対戦相手としてずっとやっていたという感じですかね。そうですね。基本的には対戦相手としてっていうのが多くて、うん、まあ、僕のあの、うん えっと、僕とちょうど、ね、入れ違いぐらいなんですよ。僕がポーランドからタイのリーグに移籍した後に僕が以前いたそのポーランドのチームの監督になられてるんで,、はいでまあ、先日、ちょっとまあ友人にもどんな監督だったとか、はい、あのどんなどうだったみたいな話はまあチラッとちらっと聞いたりして、うん、お試合でもよく会ってましたし、はい、あとは、まあ。あのー なんかちょっと興味も持ってくれた時期もあったんですよね、僕に対して。ちょっとまあ、オファーというかまあ興味持ってくれてたみたいな、少しそれもあって、まあ僕の名前も、ね、日本人だし、そんなに、ねうん、ポーランドリーグでも僕ぐらいしか日本人当時いなかったんで、それもあって覚えててくれたっていうのはありましたね。あら、そんな接点が。うんはい、で実際になんかこう 対戦相手として、こうやっぱり裏サポーター的にはどういう戦術だったり、どういう監督だったりっていうところが気になるんですけども、うん、そのあたり、なんか印象的なことってありますかね結構、僕の中では、レギュラーワルシャーだったり、レフポズナンと試合した時は、はい、やっぱりこう、守備もやっぱりしっかりしているチームに仕上げてきてるなっていう印象もありましたし、うんはい、あとはやっぱりサイド。 の例えばディフェンダーだったりとか、うん、あのもうどんどんこう上がってきたりとかするような攻撃的なイメージもありましたけどでも守備もしっかり硬いイメージありましたね固いんだなんかこう、あのー、試合中に激しくこう指示を出すとかそういうようなところとかあります、ね 静かにされています。ああどうだろうな。僕まあねあの対戦相手の監督なんで、まあ声聞こえないんであんまりあれなんですけど。はい。うん、まああんま見ないですよね。そう言われて確かに。そうそうそう。対戦相手相手なんであれですけど、でもそんな、はい、まあ指示は出してると思いますけど。はい。まあそんなにガミガミ言うようなイメージはないですけどね。顔だけか。<laughs> 顔の印象だけが俺たちが思ってるなて。<laughs> こうこ,こういうとこ。<laughs> 苦手、強かったな、苦手だったなみたいな、うん、こう対戦として印象はありますか、のチームでってことですか、チームとして。ああ、だからやっぱり、そのすごくこう、なんていうんですかね、攻撃的なチームなのに、やっぱこう、しっかり守備もしてくるというか、こう結構、堅いサッカーしてくる感じのイメージありましたけどね。 負けないサッカーまでは言い過ぎだと思いますけど、攻撃全面にっていう感じでもなく、確実に勝ち点拾っていくようなサッカー,あーみたいな感じのイメージありましたね、<現>なんかしっかりしてるというか、はいお。で、そんなスコルサ氏、こちらもいただいた質問をいただいたんですけども、スコルサ監督はポーランドでどれぐらい人気があるんだというところで、こちら、ど,どうなんでしょう。 一回となんか報道によると <laughs>、うん、一部報道によるとポーランド代表監督になるためにあの7月ぐらいに辞任をしたんじゃないかとうふうに思ってたらあれ浦和に来てどうなってんだとポーランドは怒ったみたいなサポ,サポーターはそう思って納得してたらしいんですよ、うん、ああそうなんですねっていうような報道もあるぐらいなのかなと思うんですけど実際その当時とかは ポーランドの間でどういうぐやい,いや,いやもうもちろんやっぱりあのこの前その僕の友人にも聞いた時も、まあ、トップ3に入る監督じゃないかなっていう話はしてましたし<ー>やっぱり僕の印象的にもそのやっぱい,い,いい監督っていうか、はい、やっぱりあの有,有名というか。はい いうイメージはすごくありましたし、自分の前、まあ、いたチームのね、監督になったっていう時も、はいはい、やっぱすごいこう、えー、インパクトありましたね。へ<ー>、うん、あ,あのスコルザが来てくれたみたいな感じだったんですかあ、そうです、そうです、そうです。コメント欄めちょ、めちゃいい話じゃないか。日本で言うと、おにきさんがちょうど、まあ、4, 4つタイトル、リーグ4回制覇してるんですけど、ちょうど同じぐらいのクラス、あの、優勝回数なんで、おにきさんクラス。はい まあ、どうなんですかね、まあ、比較が難しい,い,けど難しい,いめちゃめ,ちゃ,めち,ゃくちゃ難しいですけど、<laughs> はい、まあでも、本当にそのポーランドの中で、ポーランドを代表する監督っていう中には絶対入ってくると思います、うん、間違いなく。ポーランドリーグにはポーランド人以外の監督っていうのも多いんですかあいますます全全然然来てまますすよいいその中でも強いと そうですねでやっぱ彼がいたその、まあ、僕の巻いたチームはちょっと時はあまり成績よくなかったみたいですけどあのそのレギアワルシャーとかやっぱレフポーズナンっなんていうんですか、ね、向こうでいう名門のチームで監督を率いた時にやっぱタイトルを取ってるんでうんやっぱすごいこうなんていうんですかね、まあ、下馬評通りの結果を出してくる監督っていうイメージはすごいありましたけどね。 ようやくちょっと期待がも出てきたぞ、かもしれやっと、リカールの監督が。<laughs> リカ賞の傷が癒てきたぞ、少し。よかった。<laughs> ありがとうございます、かもしれない。ちょっと、すごいあの追加の質問で大変、あのすみません、こちらなかったんですけども、うん、そんな、すごい、要は、ポーランドの名称っていう感じだと思うんですよ。はい、そんな名称が、こう、スカルサ監督がなぜ、こう、浦和に日本に来たのかなっていうのをすごく思っていて、例えばそれだったら、ヨーロッパ にもっとステップアップすることもできますし、まあ、先ほどの UAE に行かれた通り、うん、よりなんかもちろん裏を出していると思うんですけども、もよりいい待遇っていうのもあったのかなとは思うんですけども、も、うん、なんか考えられることとかってありますなんか、日本が実は大好きだったとか。いや、ちょっと、まあ、確実なことは言えないと思うんですけど、はいまああの、まあ、間違いなくそのポーランドでもこれだけ成績残している監督なんで、他のヨーロッパのクラブからも興味は持たれてたと思うんですよね。うん ただあの、一度、そうやってこうサウジアラビアだったり UAE にも行かれたりしてるんで、はいうん、少しやっぱりこのアジアのマーケットっていうことに関してはもともと興味あったんじゃないかなっていうのがなるほど、まあ、ちょっと動き的にはそうなのかなって気はしてますけどまあそうですね、確かに。ラーメンなのかという意見もあります。なんでだよ <laughs> <laughs> ラーメンね。はい。でもラーメン人気すからね、ポーランドでも。そうそうそう。アニメ人気なんでね。おお、じゃあ、アニメ。どうするアニオタだったら。いや、そしたら面白いですね。それはそれで面白いですね。確かに。聖地巡礼したくて来たとか言ったら、なぶったまげるけど。なそうか、みたいな。それは確か面白いですね。聖地巡礼をどういうように来きました。 そんな感じで、もう一個、こちらです。質問後っす。スコルトさんに伝えたい日本の特殊性、こちらも多くいただいておりまして、やはりこう、はあの、そうは言うても UAE、サウジアラビアと違って、日本は結構特殊なんじゃないかなというご意見をたくさんいただいておりまして、その中で質問を4ついただいております。うん、1一つ目が、スコルト監督は裏手で日本のサッカーに合うとう。ちょっと、日本のサッカーとヨーロッパのサッカーは違うところがあるとは思うんですけども、まずなんかこの辺の違いっていうところって、うん、 あどうですかねなかなかこう、スコルサ監督が今やろ,やろうとしてるサッカーと合いそうとかって難しい人まず環境じゃないのうーんヨーロッパ涼しいけどさ、日本はもうベラボに暑い時あるじゃん。はい、じゃあ先にこっちにさ、じゃ先にこっちからじゃーポーランド、日本の生活、環境を一番感じた部分っていうのはどうでしょう <laughs> いやまあ今お話しあったね、気候もそうですし、はい、まあ まあにでもに日本もね、まあ、雪降るとか降りますしね、あれなんであれですけど、まあ、確かにあの夏場の試合だったりっていうのに関しては、ポーランドとは全く違うので、はい、向こうだと暑くて、なんていうんですかね、湿度が高くないので、はい、結構、カラッとしてる天気なんですけど、うん、こうちょっとこう蒸し暑いっていうところでは、まあ、中東でね、監督やられたりもしてるんで。はい まあ多少分かってるところではあると思いますけどまあそのサッカーのところではスタイル的にどういう風にするのかは、まあ、ちょっと分かんないですけど、うんまあ、まあでも僕が個人的に聞いた話ではそのすごくこう規律をすごく大事にする監督みたいでお<う>、うん、なんかあの秩序というかこうクラチームの,その選手に対しても結構ねあの求めるところもあるみたいなので。 逆に生活の管理とか酒やめるとか、卵やめるとか、そういうとこですか、ねまあ、みたいな、多分そういう感じの系統があると思うんですよね。うん、まあ聞いた話ですけど、<う>まあただ日本人の選手たちも自明ですし、うん、みんな基本的には、ある意味、ポーランド人よりもこう献身力はある可能性もありますし、ただ、勝負事へのこだわりみたいなのはポーランドに 自由にはもうかなわなわいんでやっぱりやっぱその辺の日本人の,そのメンタリティとか、うん、こう強度みたいなのの違いはおそらく感じるんじゃないかなと思います監督は最初、うん、ちなみにポーランドリーグのポーランドリーグ全体の試合数って多いんですか日本だと天皇杯もあるしこうルバァンもあるしみたいな。 うん、ACL もあります、ね、あそ,うそうです、まあチームもちろんね、日本もそうだと思うんですけど、チームにもよるんですけど、まあ、ヨーロッパリーグ出たりとか、あとは、まあ、カップ戦もありますし、まあ、リーグ戦代表だったりっていうのを含めて、まあ、試合数は結構あるにはありますね。そんなに変わんない感じですかそ。うん、そんなに変わんないのと、やっぱりそのリーグもあの、プレーオフもあるんですよ。 年間三十何試合やった後にプラスで6試合ぐらいやるんで 6? そう,、ね、そうだ結構 <laughs> 多いっすよねそうだからプレ今やってんのか分かんないですけどでも僕の時とかやってたんで結構試合数多かったっすよあそうん,、ね、うんじゃあそういうのにも慣れているかもしれないとまあそうですねはい、うん、でちょっと先ほども言ってますけどじゃあ そういう日本のサッカーにも気質の部分が厳しいという部分とかも含めるとあの合うかもしれないと、日本の人の特性的に。そうですね、まあ個人的にはポーランド人の人って結構日本人に近いところあると思ってて、はい、そういうの辺はどの辺がなんかこう、日本人の、まあ、選手、まあ、僕もいろんなチームに行ってみて、やっぱりあのー、はい、こう、なんていうんですかね、結構最初恥ずかしくてあんまり話しかけてこなかったりするんですけど、うん、こう打ち解けたら、 こどんどん仲良くなっていくみたいなイメージなので、そうなんですよね、だから日本人の選手に似てるっていう、やっぱり、ん日本人もどちらかというと、そういう人が多いというかこう、人見知りみたいな感じありますけど。私、私よく転勤をしてましたけど、名古屋の人に似てますね。 最初はあの <laughs> シャイなんだけど、こううん、打ち解けるとすごくずっと仲がいいっていうのは、たぶん、名古屋の人ですよ、多分ん。ポーラン人は名古屋人です。名古屋の,の名古屋人なんか言われちゃいますん、ね、で <laughs>、はい、怒られますね。<笑><笑>す <laughs> はい、です <laughs> じゃあ意外と合うんじゃないかなという,ようなそうですね、まあきあのあの、気質的には合うんじゃないかなと個人的には思っています。うんはい、ありがとうございます。 <で>うん、じゃあそんな中で逆にこういう負けず嫌いっていうところが一番の違いっていうところですか一番負けず嫌いっていうのもあもちろんそうですし結構やっぱりこう練習中、はい、まあ日本人ってあんまり、まあ、まあ僕が全部把握できてないところはありますけど、うん、やっぱりすごい喧嘩するんですよ練習中から<ー>すぐ言い合いになったりとか、はい、こうカってなるみたいな、はい、結構こう 例えばちょっとしたこうミニゲームとかでもこうすごいんですよ、もう本当に、ちょっとした遊びでも。それは気性が荒いってわけじゃなくて単純<や>にも負けとかやってい,う象いや、気性が荒いってわけではないんですけど、本当になんか勝負事に対しての,その<ー>執念がすごいんで、うん、なんかちょっとふわっとした感じで練習行って、うん、なんかちょっとミスり、パスとかミスってると、すぐこうお前、寝てんのかみたいな。 んかそういう感じはあるですねやっぱこれって世界的に見ると、うん、赤星さんいろんな回ったじゃないですかはいそのなんかそういうメンタリティーのさはサッカー選手共通なのか日本人が弱いんですかそれともそのポーランド人がおかしいんですかそれっていやおかしくおかしくはないと思うんですけどやっぱり育ってきた環境っていうのもあると思いますし、うん、やっぱり指導者もすごいやっぱこう熱い熱いこうね あの監督さんも多いですし、はい、結構こう、日本のやっぱスタイルというか、人間的な部分でいうと、少し違うのかなっていうのは、やっぱりこう、うやっぱありますね、背景にはちょ。練習でもかなり緊張感というか、ミニゲーム一つにとっても、もうすごいバリ,バリバリやり合うというか、ババシバシそうですね、はい、もうあのそういうスタイルですし。 まあでも日本人の選手たちも真面目なんで、日本人の選手にとっては、全然多分監督からしたら日本人は真面目だしっていうふうに、多分きっとなると思うんですよね。はいうん、ただ、まあそのなんかこう強,強度っていう説明の仕方は難しいんですけど、うん、やっぱ勝負事に対しての,その、やっぱこう、毎日の取り組み方っていうのは、明らかに日本人よりもヨーロッパの選手の方が、やっぱす全然高いですね、それは。 い,いいんじゃないかその辺なんか足りてない感じするからな今の裏は、はい、う,んうん3度の飯より勝つことが好きだというのが裏の「裏」「勝つことにこだわる」というのが裏の標語になっております <laughs> はいぜひそのそれをまたより注入してほしいといんでちょっとこれもう一個最後抽象的なんですけども日本の夏がどんどん暑くなっておりまして実際こ星さんもあの戻られて最近戻られて暑なんかいつもより暑いって感じしませんか いや、やっぱ、暑いとは思いますけど、僕、タイにもいます,そですよ、ね。そうか、イとか、タイとか、一日中、あ、一日じゃない、いね、一年中ほぼほぼ暑いんで。そうか。でも、僕、まあ、確になんかもう、暑さに慣れちゃいましたし、イラ,イランにいた時も。あの、四十八度っていうのを経験したんで。四、はい、<も>プレイできるんですか。いや、太陽より暖かいってことですよね。で,できないです。 はい、だからもう日がちょっとこう落ちてからじゃないとできないんですけど。やっぱつらいないび,び,びっくりするぐらい暑かったですね。なんかもう初めての感じでした、あれは。いや、経歴すごい。と体験もすごいですね。すごいな。ね、そう思うと UAE とサウジでやられている子たち的には。 まあ日本の夏とかはもう中東に比べたら余裕じゃんみたいな感じの可能性はあるかもしれないあもう全然あると思いますよ、うん、正直暑いと思いますけど本当、うんまあ、中東の昼間とかは日本よりも全然暑いんで多分まあああみたいな感じにはなるんじゃないですかね <laughs> <laughs>、まあ、予想通りだなみたいなこんなもんか、うん、まあ、まあ、まあでも経験はね四季,あの四季がでもあの経験はしてないと思うんで逆に、うん、そっちの方が新鮮なんじゃないですかね こう寒かったりこう暑かったりって、ポーランドも2週間ぐらいしか暖かくないんで、<ー>暑いっていうのないんですよ。逆にそれ以外はずっと寒いんですかもう夏終わったみたいな。<ー>もうすぐ涼しくなってきて、もうそこから長い時はもう4か月後ぐらいずっと冬みたいな感じなんで。はい、おー。はい。あれ止まっちゃいましたす。あ、い。はい。じゃあそんな感じでいろいろと。 たくさんいただきましたが、質問コーナーに行きたいと思います。はい、あの、こちら、う赤星さん。そうかず、皆さん、赤星さんにこういろんな経験されておりまして、はい、少し私以外にも質問をいただければと、うん、先にじゃあ、ゆうじさん質問をお願いいたします。質問じゃないですけど、はい。もうなんか、ちょっとアドバイザーとかなんかについてもらえないですかね。<laughs> 僕が。そうですね、うんいや。これ以上の人材、<laughs> どう考えてもいないですよ。 <laughs> 確<かに> <laughs> ちょっと監督に聞いてみるしかないですね、それはね、はい、ちょっと必要ないかって言って、<おー> <laughs> なんか、知り合い系でも LINE してみてくんないですか <laughs> <laughs> 日本人のね、こう気質だったりをね、説明して<前>なんかこう、あれですよねこう、通訳ってわけじゃないですけど、ポーランド、やっぱりポーランドの人はポーランド語なんですよね、お話、基本は。 そうですね基本的にはただまあ英語も話す人も多いですし、はい、僕もポーランド語も全然、まあ、まあある程度は把握できますけど、まあ、基本英語になる方が多いんで、はい、まああのー、そうですね基本的にはポーランド語にはなりますね、うん、これってこういう時ってポーラ日本語ができるポーランド人の方の方がいいのか ポーランド語ができる日本人の方がいいのかってどっちなんですかねまあどうなんですかねまあどうなんだろうまあ日本人の人の方がやっぱりまあ日本人の気質を分かってるんで<う>そのやっぱりあのまあ僕別に翻訳家じゃないんであれなんですけどやっぱこうねちょっと言葉が分かるようになってくるとこの翻訳するっていうこの日本語に直すニュアンスって結構難しくて。はい はいだからそういう意味では、日本人の人の方が、まあ、ポーランド語ではこんな感じで言ってるけど、日本語だとこうだよねみたいな感じでこう、こうもう少し言い回しがスムーズにいく可能性はやっぱあるのかなっていうのは思いますけど、ね。さん以外思いつかないですね <laughs> い,やいや、そんなパーフェクト、僕、めちゃくちゃはしょっちゃうかもしれないんで、なんか、あの、うん、めちゃめちゃ短くしかあの <laughs> 言えないかもしれないです、通訳が。 スパ先スパチャいただきまして、ス須崎さん、三菱ミしたように爆笑しましたって。素晴らしい。はい、よくとっさにそれ出てきましたね。はい、そ試合中。いやな、なんとなくです。なんとなくです。通訳兼コーチお願いしますという意見がすごく一番多いですね。<おー> <laughs> こちら、解説業はやられないんですかという質問を聞ております。 いやーそうですね。まあ、やらせてもらえるチャンスがあるなら、ぜひ、浦和、うん、レッズでも一回ぐらいやってみたいですけどね。しかも、この経験を考えたら ACL 対策にも最高じゃないですか。うん、インドネシアから、イランまでやってて、うん、タイもやってる。うん、これ、で、次に。 多いのが料理関連のお話でポーランド料理といえばとか、はい、あとこちらの赤石さんありがとうございます。ポーランド料理は何が美味しいでしょうかスタジアムグルメなんですけど、観客が、はい、アウェイのお客さんとか来て食べるのが今<ー>日本で結構話題になってるんですよ、ね。へ<ー>選手は全然食わないですもんね、確かに。はい、スタジアムで何が出てるか知るわけないよね。う <laughs> そうか。はい そうですね、こちらですね、ポーランドのご飯は美味しいですか、うん、日本食何が好きになりそうですかというえー、たぶん、ポーランドの料理って結構こう、スープとか、はい、やっぱヨーロッパなんでこう、ね、か寒い国なんであ,なんかこうあったかいスープとか、うん、そういう系は美味しかったイメージが強くて、あとなんかこう、日本でいうカツレツみたいな。 はい、のも有名で、あとまあソーセージとかハムみたいな、はい、まあそういう食事がまあ多かったっていうのと、まあ、あとはみんなお寿司食べますね。おじゃあ、うん、お寿司ですね、じゃあ。そうなんだろうね。食べるのかな監督 <laughs> <laughs> いきましょう。はい いけない。うなぎや、う、うなぎとかどうですかね。あ<ー>、なうなぎ。はい。あ、でも、うなぎだったら食べるかもしれないですよね。なんか、結構、あ、あ、はい、まだれみたいなの、あの、好きなんで、向こうの人も。うん、そう。この中で。もう一個スパッチャいただきまして、こんな、風になるさん、ありがとうございます。こんないろんな国でプレイした赤星さんでも、ここは行きたくないという国はありましたか。ええ、行きたくない。 あとは一番苦労した国とかれれてっていうとやっ、えー、どこかなやっぱりいいイランかなイランはやっぱり英語話す人も少なかったんで<の>結構その言語的な部分も、ね、アラビックなそのアラビア語みたいなのとかペ<う>ルシア語か。 ペルシア語が、ねはあ、結構難しかったんでどうやって過ごしてたんですかそれまあやっぱりその英語を話せる選手とかと自然にいるようになったりとか外,、まあ、外国人の新しく入った選手とかは、ね、英語を話せたりするんで、うん、どうしてもそういう選手たちと比較的いる感じで過ごしてましたね。 行きたくないとかはないですけど、まあそのなかなかそのタクシーとか大変だったんで、うん、あとインターネットも結構厳しい国だったんで、あ<ー><う>なるほど。そうなんですよ、そういうのが結構、まあ、ちょっと大変だったかな、みたいな。タクシーが厳しいっていうのは、なかなかタクシーに乗れないんですか、それともなんかタクシーにぼったくられるとかういやそういうわけじゃなくてあの、タクシーにここに行きたいっていう説明が難しいじゃないですか。そうですね そうね、住所とか言えないし、はい、で住所言って、それどうやってコーダーとか質問されたら答えられないし、<ー>だからもう、なんかもう、イランにウ,<う>ウーバーとかなそうですもんね。 うん、ちなみに俺はイランでタクシーゴートにあったことがあります。ああ、そうだそうだ。そうだそうだ。なんか大変。その。それも、タクシーに引きずられて50メーターぐらい引きずられたこともあります。あそれはちょっとのの、あの、別収録します僕もそれはさすがにされてないですね。さすがにそれはされてないから、ね。イランでタクシーってだけでなんかもう気が落ち込んでくるっていうか <laughs>。<laughs> ポ <laughs> ーランドのサポーターはレッツサポーターと比べて違いがありましたかいやーどうすですかねまあでもやっぱり過激さとかっていうまあもちろんね浦和のサポーターの方たちも本当に団結力も素晴らしいですし、うん、まあ僕は本当にいろんな国行きましたけどやっぱり浦和レッツのサポーターの方たちはやっぱりこのすごいんだなっていうのを改めてやっぱ外から見て感じる。 ところまあまああのー、海外に比べてやっぱりその本当に日本っていいなってものがやっぱり批判とかやっぱ海外の方が全然すごいんで、はい、まあよくねあ<ー>日本代表の選手とかねあの長友とかねイタリアも大変だしとかいう話してますけど、うん、やっぱりそういうのは日本の人たちはまだまだだってインターネットでほら なんかちょっとこうだあだっていうのとか、試合会場で何とかってありますけど、うん、普通に外でご飯食べてるときとか、タクシーの運転手さんにも一生文句言われますからね。<laughs> そうなんですかマジ,マジで言われますから。マジったんだみたいない昨日の試合何だったんだみたいな感じで、なんかもう、あの監督がどうなんだああなんだみたいな感じで、うん、もうぶわー言われて、うん、お前もどうなんとかなんかみたいな。でああ、うん、うんうんみたいな。とか、うん、普通に、一回びっくりしたの普通にご飯食べてて、 はい、自分の家族とご飯食べてたら、サポーターの人に、お前、なんでこんなとこで飯食ってんだって言われて、<laughs> 食べちゃいけないんですかいや、別にいいだろうって言ったら、いや、今日試合負けたんだ、お前、家でおとなしくしてろみたいなこと言われて、はい、いや、だからそういうの結構普通に行ってきますよ、もう外でも。怖確かに <laughs>、はい、裏の人たちはみんな遠巻きに見てます。あいるな、赤星さんかみたいな感じで。 んそういう,なんかこう、なんていうんですかね、度が過ぎた、秩序がないみたいなのはないですけど、うんうん、やっぱ海外に行くと、普通にそういうことが起こりますよね、なんか。なるほど、すごい経験で。最後、スパッチャをいただきまして、T ・イクトさん、赤星さん、ゆりさん、こんばんは。以前、北欧の中継の選手の皆さんは多文化に興味あるあ<ー>アジアとか行ってみたいという方が多いと伺ったことありますか、ポーランドの選手も。 そんな方いらっしゃるんでしょうかあと要さんはたまに時間通り始めてくれいいんじゃないと、すいません、いつも5分おいしになっておりました。はい、このあたり、確か北欧の選手っていうのは、今最近ユンカー選手だったり、シ選手だったり、そういうところが、うん、まあそういうやっぱアジア、日本に興味があるっていう意味でも来ていただいてるっていう話があって、ポーランドの人たちってそういうのはあるんですかね、うん、監督も含めて。あると思いますね。特に今はだいいぶそうううのが広がってきちゃう だ来たんじゃないかなと思うんですけど、うん、前までは僕が最初行った時とか正直日本に対してのイメージってあんまなんかポーランド人持ってなかったんですよね。うん、だけどやっぱりまあワールドカップでも対戦してますしあとまあ、ね、カミンスキー選手とかスのスオビックあのののやっぱりそういったこともあって、ねあのー、日本の情報だったりも多分まあポーランド人自体でいろいろ広がったりとか。うん うん、なんかまあ、日本人の選手もポーランドに行ったりもしてるので。今、まあ、今増えてきてるんじゃないですかね。あっち方面の選手が日本に来て。今、このスコルツァ監督が誰か。こうポ、ポーランドリーグの選手を呼んだとして。うん、結構可能性ってありますお,お金とか高くなっちゃうんですかね。うん、まあ。正直、その。まあ、ヨーロッパの選手たちって、やっぱヨーロッパの。 例えばドイツとか他のリーグに対してのやっぱリスペクトは高いと思うんですけど日本に関してはやっぱある程度の条件がないといかないっていう選手はやっぱりどうしても多いですよね。教え子的な選手が来てくれるのは厳しいかな、やっぱり。んまあどうですかね、でも今って結構ね。 あの代表の選手たちでも全然日本にね、まあイニエス選手が来るぐらいだから、うん、そういったことも全然起こり得るとは思いますけどね。ついでに代理人的なこともやっていただけると。そうですね。<か> <laughs> はい。ろいろ押し付けても悪いですけど、<laughs> 通訳プラス ACL 対策プラス代理人もぜひやってくれた。じゃちょっと最後の質問こちら二点同じ感じなんですけど、赤星さん方もう今いる選手の中で少しにさ。 会う選手はいますかとか、今いるっていうのは多分、レッツの選手とかですね。で、またタクラブで少し、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 サッカーに会う選手はいますか少し、うん、タクラブっていうのは多分、こう、J リーグの。J リーグのね。はい。うん、どうでしょう、このあたり。うん、まあ、僕、うん、どうだろう、誰が会うっていう言い方ちょっと難しいと思うんですけど、はい。はい、まあ、僕個人的には、裏の、その、例えばボランチの伊藤選手とか、伊藤敦樹選手。はい。とか、まあ、ディフェンスの岩波選手。 はい、とかは、まああのー、どちらかというとポーランドの選手のスタイルに似てるところもあると思うので、うんまあ、監督としては多分、まあ、分かんないですけどね、まあ、そういうイメージありますしあとはまあ外国人の選手たちは、はい、まあコミュニケーションがやっぱスムーズにできるってところで大事にもなってくるんじゃないかなと思うんですけどね。 やっぱあと J リーグから。あ、体の強さか。一人、あ、体の強さ。はいはい、いどうぞどうぞ。あ、で、もう一人、じゃタクラブで、この人が一番合いそうみたいな、外国籍選手でも構いませんので、一人あげるとしたら。<laughs> いやー、やっぱ、誰だろうな、まあ、川崎フロンタルのやっぱマルシーニョ ああい選手とかは結構ポーランドもウイングタイプああいう選手好きなんですよねやっぱウイング大事か 1>, 1対1はは早くて 1> 勝負するわみたいな、うん、そうそうそう結構こうさっき話したみたいにどちらかというとこうこうなんていうんですか硬いサッカーする中でこうカウンターだったり個で打開できるポイントがあるっていうのは大きいと思うんですよね攻撃に手かんかこう数をかけずにこうなんていうんですか打開できる選手がいるっていうのは、うん やっぱりあのやりやすいと思うんですよ、守備を固めるっていう意味では、うん、なんかそういう意味じゃ、彼みたいな選手は、まあ、結構ポーランドにもいるイメージはあるかなっていう。うーん,うーんじゃあ、そう思うとあのモーベルク選手が裏だと,ウィングとして強く1対1勝てるんで、あいそうな感じがしますね、はい、あそうですね、彼みたいなスタイルもあのポーランドというか、あっちの方に結構いるので。うん う合うんじゃないかなっていうのとはかは思います。はい。じゃあそんな感じですかね。はい。<ら>今日はす赤星さん。あ間に1時間経っちゃったな。あ,っありがとうございます。<laughs> ありがとうございます、はい。じゃあ赤星さんの告知コーナー。<laughs> 告知コーナー。告知。はい。<laughs> あの、そうですね。はい、現在こう所属されている。 そうですね僕も今あの、社会人チームであの、まあ、一度、実は引退発表したんですけど、はい、まあ地元の社会人のチームからもう少しこう地元でね、あのー、地域を盛り上げるために頑張ってほしいってことで、まあ、ちょっと J リーグっていうのを、ね、言,い言い出すとちょっと先が長い話になってしまうんですけどこちらですね、学ラン F モスペリオってチームなんですけど、はあ、<ー> F は富士山の F ですか、まあ、そうですそうですそううでですよね。 僕が住んでいるのが静岡県の富士市ってところなんですけど、はい、僕はここの出身で、この富士市と隣にあるあの、まあ、知ってる人は B 級グルメの焼きそばで有名な富士宮といところあるんですよ。富士山のふもと。で、この地区を学難地区って言って、学難ていうので、学、ま、難、あ、まあ、F で富士、富士宮の頭文字と、まあ、富士山っていう意味でやってる。 サッカーチームで、まあ、今ちょっと頑張って地域を盛り上げられるようにやってるんで、静岡県一部のリーグそ,うそうです、そうです、今さらに上を目指して今頑張ってるので、ちょっと今年も成績的に優勝されたけど、入れ替え戦で負けちゃったみたいな感じだったんですかいや、あのー、まだ入れ替え戦残ってます、12月に入れ替え戦あるんで、んでそれにまた勝てば東海リーグに昇格するみたいな感じですかね。はい ぜひこちらの方もおしおえ赤星さんはまだバリバリ出てるんですか、試合は。一応僕は選手としても、まあ、もちろんやってるんですけど、<laughs> うん、今はまあそのチームのスタッフとしてその運営のところスポンサー集めとかしてます。<お>スポンサー集めてあらえあそうあの、読ませていただいと営業も兼ねたプレイヤーだというふうに、ねうん、そうです。僕 <laughs>、はい、僕は、まあ、あの加入するときに僕の方 ほうからお願いして、はい、ちょっと運営のことも含めてやらせてほしいっていうことで、はい。だから今<ー>も名名、名刺持ってやってますよ。あスポンサー、すごい。<laughs> 集めよう。はい、<laughs> いろんな企業さんに、はい、回ってます、はい。こんな感じの口。こっちすごいな、こんだけの経歴があって、今、営業やってるんだ選手、はい、<laughs> 所属チームがもう、はい、オランダですからね、すごい。 すごい人生で <laughs>、はい、<laughs> でも改めて見ると176でさっきよくポーランドはでかいって言ってたじゃないですか。はい。大丈夫だったんですかいやいやめ、一番ちっちゃいぐらいでしたよ、僕。<ー>ですよね、多分本当に本当に。まあ、なんかたまに、あこいつ性小さいなと思って、写真で見たら僕と全然変わんないみたいな。整列してる時見ときにみたいな。ぐらい、みんな大きかったですね。 母さんがスポぜひ、お願いします。ぜひ,ぜひ、ぜひ、はい、よろしくお願いします。連絡を <laughs> はい。じゃ裏木チャンネルの告知になります。裏木チャンネル。ちょっとこの後あの、事前に他にあの赤星さんの方にあのあの質問を募集させていただいたんですけど、裏列関連の質問を多くいただいておりまして、そのあたりの質問に関しては、例えば天皇杯の、はい、皆ん多かったのが、あの決勝かななんか ああそうですね。手選手とンスさんのワンツーがすごい印象的ですっていうような感じのご意見がすごく多くて、うん、そのあたりの質問も含めて、10の質問という、まあ、定番の YouTube あるあるですけども、10の質問っていうのをちょっとこの後、あの別ド収録させていただきます。そちらの方となど、あと清水秀さんの2次,、はい、2>, 2次シーズン裏列採点などを絶賛編集しておりますので、裏木チャンネル、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。はい。はい、じゃあすみません、時間後、最後。いはい。 じゃあ <laughs> 最後に一言い言頂いて終わりという形でいいでしょうか <laughs> じゃあ赤星さんお願いいたしますえっと今日はあのまあ1時間っていうことでもうあっという間に経っちゃいましたけどぜひあのまあ新しい監督になってあのどういった結果になるかっていうのを僕もすごく期待してますし、うん、まあ僕らもやっぱり一ねやっぱ浦和レッズサポーターとしていつでも気にしてますし、はい本当に引き続きねあの熱い声援ととにかく まあ本当にチームをというかクラブを信じてあのチームがまた優勝できるようにあの皆さんも一緒になって頑張ってやっていってもらいたいなと思ってます。ありがとうございました。はい、ちょこちらスポ、そう裏比が格納のスポンサーにぜひぜひ。ぜひ <laughs> あじゃあゆゆいさん、しゅ、あ、悲鳴を。いや、もう赤星さんの後に言えるわけがないだろう。じゃあ、すみま今日、どうも、赤星さん、はい、来ていただき、ありがとうございました。はいはい <laughs>